それでは2つ目のトピックスを掘り下げてまいりましょう、はい、ライブ&ファンミーティングツアー絶賛開催中ということで、うん、このねファンミはくまちゃんなんか聞いたところによるとなんか休みの日のお話が出たり、うん、なんか結構大地を感じるなんかお便りでいただきまして、うん、そのメンバーの皆さんが、うんうん、その普段からこう元気の源になっているものは何ですか、うん、とか例えばこうリエラだったら結構食べることがみんな大好きなので、うん、食だったりとか、うん、こうライブ前の、ね、そうですね、お弁当だったりとか、うん、であれあと他にあるかなってこうちょっと迷った時間があったんですよ、うん、そしたらくまちゃんが私は大地を感じることといきなり発言してくれまして、どういうことってまず、うん、って言いましてどういうことだそしたら、まあ、実践してみてくださいとなって、うん、急に椅子から立ち上がりまして、うん、急にそうですねステージ上を土下座するような感じで、うん、出た土下座騒ぎしたというかすみませんでしたみたいな感じのポーズを取ってしまいまして、はい、取ってしまいまして客観的にはそうだよね、うん、そうですね、うん、それで大地を感じています地球を感じていますとおっしゃっていまして、うんうん、それは普段はさ、はい、土でやってんのか部屋でやってんのかいやそこなんですよねいやそこはそこじゃないあれ違う違うそこじゃないんだよ地面じゃないんだよ地面なのか家なのかそもそもちゃうね休みの日もうちょっとちゃうなんだろういやそうでもくまちゃん最初はどんなのイメージだったのお二人的には最初は第一印象すごく素敵な声をしていて、うんうんうん、ハキハキ喋ってたんですよ、うん、自己紹介の時にあすっごい真面目な子なんだろうなっていうのが第一印象、うんうん、今はその真面目だとは思うんですよいいよオブラートに包まなくてくまちゃん私会ったことないけどちゃんとお話したことないんだけどいや今はすごくいい意味でハメを外してる子あハメ外すの早いよ早いねだから早いなって思いましたステージの上でなかなかすごいさすがだね結構そうですオチ担当っていう感じかなそう他の子は他の子のんちゃんとかよぐちゃんとかエモリンのんちゃんは、うんうん、さゆりんとなぎちゃんと同じオーディションを受けて、ね、一般公募オーディションを受けて合格した子なんで、うんうんうん、すごく勉強熱心な子ですねあ、うん、アポロベイさん勉強熱心すごいこう素直っていうか、うん、素直っていう言葉を人間にしたらのんちゃんになるんじゃないかっていうぐらい、うん、真面目な子だなって思ってますね、うん